まず本日は、その大震災の6年目ということで、今日我々選手にも伝えましたけども、サッカーをできるとか、サッカーに関わってこういう仕事ができることが非常に、やっぱそれを幸せに思って、しかしそれより喜びを持って今日やって、そういう被災地にいる方とか、あと被災に遭われた方に、勇気や元気をということで、いいプレーをとにかく、見せるということを意識して、送り込みましたが、残念ながら、今日たくさんのファンサポーター完売ですか、チケット1万2000弱という形でいろんなこう興味を持って、ホームに来ていただきましたが、今日も残念な結果というか、非常に、やられ方としても、前半後半スタートの、ところで、やられてしまったと。フリーキックに関しては長野俊介選手の、やっぱり特別な、キックの質というところがあるので、残念仕方がないかもしれませんが、もちろんそこに与えるというところではちょっとその最初の入りのところでの対応のところとか、あとはカウンターで後半、スタートさあ行きましょうという時に失点してしまったことが、今日のゲームのプランを、全体的には、ちょっと、崩れてしまったかなというふうに思います。本当みんな集中してトレーニングもしてましたし、非常に今日も、最初の入りからいい形で行ったんですが、そこで、もう少し、しっかりとボールを動かしてとかっていう形でしたが、1点取られるとやっぱりこうコントロールできないというところが今日も出ましたが、でも後半、0-2になって選手を変えて、勢いを持ってでしぶとく、点を取りに行くということで、1点は入ったので、1点入るまで、なかなかこうどういう形で入るのかとか、選手にも、もう少し明確にというところでは後半しっかりとイメージ持ってやってくれた形、カウンターというか相手のボールを奪ってからでしたけど、やっぱサイドからのしっかりとしたそのクロスというところでは非常にいい形で得点入ったし、やっぱ最後に、詰めたというところでは良かったかなと。で、後半のラストの方ではやっぱもう少し落ち着いてゴール前に、人数のかけ方もそうですけど、セットプレーのところとかも、点を取りたいという中ではやっぱセカンドボールのところとかにしっかり冷静にやっぱりそういうところを狙うという選手も必要かなというふうに思うので、今後そこをしっかりと、修正してやっていきたいと思います。で、本当に3連敗という形ですので、やっぱりリーグ戦で、連敗はいけないというふうに私は思ってますし、私自身昨年もそうですけど、J2 のリーグ戦でもそうですけど、残念ながら今3連敗という形なので、それはもうしっかり真摯に受け止めて、ただ選手は必死に、これを乗り越えようというところで、次には勝ち点3を取るとか勝ち点を取るというところでの、前向きなトレーニングをしているので、それを続けて、私自身がしっかりと修正できるように全員で、選手、スタッフともにやっていきたいと思います。ありがとうございました。